どうも栃木県住みます芸人のベリー大坪です。今日はですね、屋内で楽しめるスポットということで、栃木県の楽しい屋内スポットを紹介していきたいと思います。それでは行ってきます。今回やってきたのは那須町にあるテーマが違うトリックアート美術館が3館も揃っている那須トリックアートピア。そして今回ご紹介するのはこちら、トリックアートの館です。今日担当していただける片倉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは基本のトリックアートの楽しみ方を少しご紹介させていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。こちら側にあります階段の絵ですね。これは近くで見ていただくと絵に描かれた階段という印象なんですが、カメラを通していただくとまた少し雰囲気が変わります。実際に階段があるように見えますか。カメラ通すとこれ上に上がっていきそうですよね。そうです。ちょっと登ってみますね。はい、手すりにまず捕まっていただいて足を一段上げるとどうですか。登ってみたいに見えますか。手すりがっつり掴んでますね。はい、そうなんです。ただこれ実際はもちろん平らなので、はい、掴むところはありません。はい、少し皆さんが絵の前で演技をしていただくと面白いお写真たくさん撮れるので、ぜひチャレンジしてみてください。行けますか。もうちょっと行けてます。バッチリです。これが完成ってことですよね。ここは那須に来られたお客様が迷い込んだ森の中なんです。シビラ動物さんたちとたくさんの写真を撮りながら遊んでいただけるってエリアになりますね。なんと栃木にはない。そうなんです。私はもっと波打ち際なので注意してくださいね。すごいですね。もう波が来てますね。これは綺麗なランタンもたくさん飛ばせます。これなんかライトかなんかで、透け感があって、はい、綺麗に光ってますね。ここは海のお宝がたくさん詰まった洞窟なんですが、はい、はい、うっかり財宝を盗もうとすると捕まっちゃうんですよ。はい、すごいけど。悪いことしたんですか。はい、捕まっちゃいました。でもここ、はい、こんな風に出れちゃうので、タコさんの持ってる鍵も取れちゃうんです。いや、逃げたい放題じゃないですか。見えます？はい、いいですね。はい、こんな感じでお写真撮るときはこうやって広げて撮っていただいたりできます。この下にいるロブスターさん3匹いますか。今ロブスターが3匹います。はい、じゃあ私は今から10人行きます。今から10人。はい、できます。そんなこと浮かれてるかどうか見てくださいね。はい、あ、めちゃくちゃ10人見てる。ゴッホ本人と、はい、なんか残念な感じになっちゃってるひまわりがあるんですけど、これはあれですよね、こんなんじゃないですよね。そうなんです。ちょっとじゃあ花咲かせますね。花咲かせられてるんですか。え、お、はい、すごい。はい、ゴッホさんがお水をあげるとお花が咲くという。本当な、これひまわりがちゃんと元に戻ったんですけど、はい、え、この普通にシャワーで水あげたらすごいですね。見えなかったところに見えて、これなんかこう花瓶というか、そうです、これルビンの壺っていう作品で、はい、壺に見えたり顔に見えたりするっていうダブルイメージの作品なんですけど、お顔が向き合って2人の人がここにいるみたいに見えて、はい、真ん中の黒いところは壺みたいに見えるっていう作品ですね。実際その顔に見えるよっていうイメージがもうすごく分かりやすいですか。もうごめんなさい、もう壺が見えないですね。見えなくなっちゃいました。ここまでしっかり顔が見えると、顔にしかならないですね。顔にしかならないんですね。はい、面白いですね。こんな感じにイメージが膨らみます。これはもう何にもないですよ。だってもう、まあ、色が塗ってないモナリザですもんね。モナリザさん、実はうちではいたずら好き
くさんいるので、はい、いたずらされちゃってます。え、どこ、はい、いますよ、はい、じゃじゃーん、うわうわうわ教科書も落書きじゃないですか。そうなんです。本当に猫ちゃん抱えてちょっと顔にもたくさん落書きがされちゃってますが、相当毛虫みたいなのが、ね、つけられてるっていう。これはなんかあれですね、まあ良くないですけど、小中学校の頃にやったなっていう思い出が蘇ってきますね。ここは椅子に座って撮られる方が多いですけど、はい、ライトの光が当たってるみたいに書いてあるので、まあ、ここもお写真映えみたいな感じの背景しますね。こんなあれ、あれ、うね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 、うね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 してますよね。はい。あれ？実は平らな床のはずなんですが、カメラで見ていただくとかなりゆらゆらと波打ってるような感じに見えるんですね。なんでしょう、芸術にこう触れる機会ってあんまりない方もいらっしゃるかもしれないですし、小さいお子様なんか特に美術館に行くのちょっと敬遠されたりすることここでは全部触っていただいて、たくさん皆さんとお話ししていただいたりしながら、あの芸術の入り口に入っていただくことができるので、はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。